こんばんは。今日は昨日の動画を参考に深部まで働きかけるようにして股関節周りのマッサージをしていこうと思います。で、ボールを使ってやっていきます。で、まだ前回の動画を見てない人はそちらのこちらの方に上の方にリンクを貼っておくので、そちらの動画を見てから参考にやってみてください。それではしっかりと深部に働きかけてやっていきたいと思います。では今日股関節のマッサージは、股関節、お尻の筋肉がメインになるんですけど、お尻の筋肉が、大臀筋、そしてその下に中臀筋で、中臀筋っていうのはこの腰の骨、ここの腰の骨から、太ももの骨にかけてついてる、縦についているお尻の筋肉になります。で、そのまた今度は横方向にこの太ももの骨からここ仙骨や座骨といった方向についている外旋筋群っていうのが、あるので、表とそして深いところっていうのが分かりやすくて、やりやすいと思うので実際にやってみてほしいと思います。で、これで深いところに当たる感覚と、表面をやる感覚っていうのを覚えてもらったら、他のところをやるときもしっかり深く当たっているのか、ただ硬さをギュッと押し付けてるだけなのかっていうのが差が分かるようになってくると思うので、ぜひ、やってみてほしいと思います。それでは、まず大臀筋からやっていきます。ボールの上にまず座ります。で、このマッサージボールだったらこのストライプの方を今日はメインに使っていくので、こちらの方を使ってもらったらと思います。で、しっかりと、体重を預けるために片足を上げます。で、横へボールを動かしていきます。で、これを10往復でいきます。今日は、10往復という回数をメインにやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、大臀筋は大きいので、下の方と上の方とか分けてやると、より広範囲ができていいと思います。座骨に近いところ、そしてこの腰骨のところに近いところっていうのを分けてやるといいと思うので、それを2箇所10往復ずつやっていくと、より、お尻の筋肉を柔らかくしていくことができます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、こうやって分けてやってみると自分の筋肉のどの部分が硬いのかっていうのはすごく分かってくると思います。で、筋膜リリースを、セルフでやっていく場合はこうやってやっていって、どこの部分が特に固まっているのかっていうのを感じ取っていくことが大切になってくるので、ぜひ硬さ、柔らかくするためにゴリゴリ転がすっていうだけじゃなくて、どこが硬いのかっていうのを感じ取りながら、やってみてください。では、次、梨状筋とか外旋筋群をやっていきます。で、この横尻の骨のところと座骨、仙骨の間が外旋筋群があるところになるので、ちょうどそこの間に当たるようにボールを置いてください。で、片足を伸ばします。で、しっかりとボールの方、ボールに乗ってる方の足にこう体重をかけるようにしてリラックスします。で、これで痛い場合はボールを変えたり、柔らかいボールや大きいボールにすると、大きいボールは面が当たる面が広くなるので、そっちの方が痛さが減るので、その辺ボールの大きさを調節したりとかもしてみてください。で、しっかりと乗せたらちっちゃく左右へ動きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
力が逃げないようにしておくことがポイントになってきます。なのでボール動きすぎるとボールから圧力が逃げる場合があるので、なるべくちっちゃくちっちゃく動かしていってみてください。次が筋膜リリースっていう、方法に近づくかなと思います。今度はこの状態で足を曲げ伸ばしします。これも、10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、しっかりボールに乗れてる場合、足がしびれてきたりとかする可能性があるので、そういった時は圧力を弱くしたりとか、一旦、ボールから降りて足を休めてからやってください。 あまり強くやりすぎて神経を痛めたりとかすると、元も子もないので、その辺気をつけてもらったらと思います。とにかく強くマッサージする人が、マッサージするのが好きな人は、特に要注意になってきます。で足を曲げます。で足をこう開いたり閉じたりします。でこの時も、閉じた時に圧力が逃げやすくなるので、しっかりと圧力が逃げないように注意してやってください。それではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、こっちの方が筋膜リリースという要素が強くなります。転がすだけだとマッサージ要素が強いんですが、しっかりと硬いところのポイントを押さえて、そこを押さえて動かすことで筋肉を引き伸ばすことができるので筋膜リリースに近づきます。なので自分の硬いところのポイントをしっかり掴んで、そこにボールを置いてやってみてください。次は中殿筋の横の方いきます。中殿筋もこの今腰骨の幅があるので、まあ、2箇所ぐらいとか分けた方が本来いいかなと思います。まずは、横向きになってボールの上に乗ります。では、ボールを乗せてない、ボールに乗ってないこの足は前の方へ持っていきます。でこの状態でしっかりと、ボールに乗っかっていきます。痛すぎる場合はさっき言ったように、ボールを変えたりとかして圧力を調節してやってみてください。それでは、これで10往復いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、この部分は、この腰骨の付近、腸骨の付近のところに、もう段差が、大臀筋との段差ができやすいので、この辺が固まりやすいです。この辺をポイントにしてやるのも一つ、効果的なリリースになるので、ちょっと上の方面に置いて、こう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と10回動くのも効果的ですので、自分でまた場所をこう変えながらやってみてください。では。このままボールに乗ったまま硬いポイントにボールを置き直してもらって、僕は上の方が硬いのでちょっと上の方にボールを置きます。でこの状態で足をこう曲げ伸ばしします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。この時も、しっかりと圧力が逃げないように注意してやってみましょう。では体を上に向けて、でボールは同じように置いたままにして、硬いところ気になるところに、ボールの上に乗って、今度は曲がった方の足をこう内外で動かしていきます。ボールの乗ってない方、ボールに乗ってない方の足になります。これをいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
尻の筋肉のマッサージを終わります。で、ついでにこの内もも、股関節外側と対極にある内側の筋肉もリリースしていきましょう。ボールを太ももの下に引いてうつ伏せになります。で、この状態で左右内ももの、端から端まで行くような感じのつもりでこう動かします。これを10往復入れます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここも痛さを感じやすいところなので、痛さを感じる場合は圧力が変わるようにボールを変えたりとか、ちょっと体勢を変えたりしてやるように注意してみてください。で、この状態で足を曲げ伸ばしします。これで10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、内もものリリースはこれで終わりです。で、より体の柔らかさを出すために、次はダイナミックストレッチをやっていきたいと思います。ダイナミックストレッチは3種類やっていきます。で、ダイナミックストレッチっていうのはこういう止まってじわーっと伸ばすストレッチじゃなくて、動かしながらだんだんと伸ばしたい部分を伸ばしていくっていうストレッチになります。動的ストレッチとかとも言われます。代表的なところに近いので言うとラジオ体操とかっていうのがダイナミックストレッチの部類に入っていきます。で、今日はまずは足を前後に振る、ここからこれからいきます。で、ダイナミックストレッチはいきなり大きく動かすんじゃなくて、1回目、今日10回動かすうちの1回目よりも10回目の方が大きく動かすっていうような感じに、だんだんとちっちゃい動きから大きくしていくことが的確にあるポイントになっていきます。いきなり大きく動くと体を痛めてしまったりとかするので、その辺注意してみてください。ではいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。で、振るときに、今ちょっと倒れそうになるんですが、壁を支えにしたり椅子を支えにしたりとかしておくと安全にできます。で、次は、横へ動かしていきます。お尻の横側で内ももっていうのがメインになってきます。で、こういうふうに支えを用意しておくとこけなくて済むので安定していきます。それでは、いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では、最後は足を後ろに引いて上げて前に持ってくる。足を後ろに引いて上げて前に持ってくる。なんかまたぐ、ハードルとかをまたぐような感じで、これを 10回転というか、を繰り返していきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おっと。で、これで今日の、ストレッチが、マッサージストレッチが終わりです。で、まあ、左足だけやったんですが、これで、左足の曲げ伸ばしの感じとかと、何もやってない右足の曲げ伸ばしの感じとかを、比べてもらうと、今日の成果が
分かると思います。でその後にまた右側をやってもらったら、より動きやすい体ができるので、ぜひ楽しんでやってみてください。で、前回の動画のどうやったら深部にしっかり届くのかっていうのもちゃんとチェックしてもらったらいいかなと思います。そうしないと、硬いものとか、ゴリゴリ強いマッサージが好きな人は、そういう風な方向に走ってしまうので、ぜひ注意してやってみてください。それでは、今日はこれで終わるので、チャンネル登録、動画の高評価、コメント、SNS、シェアなどお待ちしております。それでは、バイバイ。